さあ、僕の手を取って、こちらへどうぞ。ここはスタジオです。僕と一緒にエクササイズ効果のあるダンスダイエットを今日も頑張っていきましょう。今日はですね、ツイストの動きを使ったウエスト特化型のダンスです。久保田利伸さんのラララララブソングで、ウエスト痩せ、頑張っていきましょう。よろしくお願いします。ツイストでウエスト痩せやっていきます。頑張っていこうね。最後まで出れば必ずお腹効果出ますから一緒に頑張ってやっていきましょう。イエーイ。さあ、まずは体を左右にひねっていきます。 OK。 そしたら両足両付けからつま先かかと3回、繰り返し3回、つま先から動かしていきます。少し慣れてきたら高さを低くしていきます。次は高く、あとは自由に遊んでみてください。 OK。 そしたら体をねじっていきます。戻す、ねじる。さあ、速い動きでやっていきましょう。ドンドン。そしたら右足を閉じて開いて、4つ反対。さあ、もう一度反対。さあ、次は2回になります。1、反対、1、1回。OK。 次は2番、また頭から繰り返していきましょう。肩幅で立ってつま先からずらしていきます。せーの、戻って、さあ、高さ自由に変えて遊んでみましょう。さあ、体ねじっていきます。戻して、さあ、もう一度ゆっくり。Tシャツに斜めの線ができるように。さあ、右足から閉じて開いて繰り返していきます。反対。さあ、もう一度、4つです。2回ずつに変わっていきます。1、次は1回。オッケー。一度肩を開いて深呼吸をしていきましょう。せーの、ステップ。さあ、もう一度右足閉じていきます。せーの、反対。さあ、少し姿勢よくね、首長くやっていきましょう。はい、2回ずつ。はい、最後まで頑張ってやっていきましょう。1回ずつ。さあ、最後に最初の動きいきましょう。つま先からずらしていく動きをやっていきます。ずらして、ちょっと慣れてきたらね、高さ変えたり、いろいろ自由に動いてみましょう。反対。まあ、ちょっと。はーい、OK でーす。お疲れ様でした。ということで、皆さんいかがでしたでしょうか、ね、ウエスト途中でも言いましたが、ぐーっとひねった時、この斜めの線ができているようにね、
することでしっかりウエスト効いていきます。今日もありがとうございました。できてもできなくても気にしないでください。楽しくね、毎日続けられるダンスダイエットです。またね、よかったらリハーサルバージョン見直してやってみてください。ダンスダイエットありがとうございました。